倒したい。めっちゃ倒したい。めちゃんこ敵を倒したい。ネザライトの剣を、なんか燃えてる。ネザライトの剣をゲットしたから、めちゃくちゃ敵を倒したい。なんか、どっかに敵、ゾンビ、ゾンビがいる。いやでもゾンビなんか倒しても、ゾンビ肉しか落とさんもんな。落としたってどうせ、ジャガイモとかそういうのが限界だし、なんか、ゾンビを倒していい感じだったらいいんだけど、まあ、いいや、倒せる。よいしょ、よいしょ。ちょっと待って、なに、金リンゴ金リンゴが落ちた。どういうことエンダーアイが落ちた。なんかすんごいのを敵が落とすようになってる。この動画は2019年年末からコツコツ書き溜めてきた動画をネタを2年経った今、今更少しずつ消費していく動画です。他の実況者の方とネタが被ることが多々あると思うけど、許してね。ハミさんこんにちは。今回もマインクラフト実況やっていきたいと思います。今回遊んでいくデータパックはこちら。敵がなんかめっちゃいいアイテムを落とす世界ということでね、敵を倒すとなんかいい感じのアイテムをね落としてくれます。そして今回ね敵を倒すことを重視したので、わざわざ松明を置いたりとか、あと暗かったりするのも編集で明るくすらくてもいいように、で暗視ゴーグルということでね、このね暗視効果をつくゴーグルをね被っています。今回これでねやっていこうかなと思います。まあね、基本的にね暗い中活動していくことが多くなっていく可能性があるから、ちょっとこういうのいらんのよね。食料を最初に取るとかいうそういうことしなくても、さっき見た通り金リンゴを落としてくれるからね、敵が金リンゴを落としてくれるならそれをね回収して、こうやって地上でちまちまね小銭集めをねしなくてもねいいような感じの、もうでっかいところからやっていきましょう。ということで、まずは木を掘って、作業台を作って、木のつるはしを作って、石を掘って、石のつるはしを作って、つかこれに関してもそれだよな、石の剣だけとりあえずあればいいまであるかもしれない。もしかしたら石の剣を作って、これでちょっと活動してみよう。もしかしたらつるはしとかも落としてくれるかもしれない。変に準備をしすぎて、ヤギがいるけど、ヤギは敵ではないから多分いいアイテムは落とさないはず。敵対モブだけがねいいアイテム、一応試してみようか。ヤギ、何も落ちなかったなんかすごい罪悪感が半端ないんだけど、そんなになっちゃうと。なるほどね、かっこいいところに出来上がって、洞窟かと思いきやよ、洞窟でも何でもなかった。どうしようかな、一応回収したい。でもな、エンダーアイ落とすことがあるから、今回そもそもネザーに行く必要がない可能性があるんだよね。そのことを考えたら、もうほんと黒曜石を集めたりとかそういう作業そもそもが無駄かもしれないけども、てて何個目の砂利で火打ち石が落ちるでしょう。まあこの辺はちょっとしたね時間稼ぎになるのでやっていきましょう。私の予想は6、2、3、4、5。惜しい惜しいな、そろそろ当てていきたい。私ちょっと最近全然予想が当たってないから、そろそろ当てていきたいな。次は当てます。明日動画上がんないかもしれない。明後日も動画で当てます。明後日も動画上がんないかもしれないけどてかそもそも敵が出るような洞窟が見つからないんだけど、洞窟見つけるところからだよ、これ。このデータパック。洞窟見つけて敵がいないと、そもそも始まらないのよ。ちょっと目の前に洞窟とかないんかい。こういうところでサクサクっとね、洞窟を見つけられるかどうかがやっぱ実況者力、これ変わってくるからね。まあ見てください。私がもう、あったわ、あそこだな。ほら、ここに洞窟が、普通にあった。そこはねなくて、ちょっとカートってやる部分、明るい暗視ゴーグル強い、明るくていいね。ちょっと待って、多いのよ敵が。スコップ、シャベル、ネザライトのシャベル落ちた。ネザライトのシャベル、やった、ネザライト。これ何、どんなシャベル。強いやつ。嘘でしょそんなに強い。これでもね、ハードだからね、次で死ぬのよ。私次で死んじゃうから、ちょっと回復してきまーす。はい、してきまーすって言ったけど、せっかくね、このシャベルダメージ増加5じゃなくて10のやつ手に入ったんで、どれぐらい強いかやっていきましょう。へいはっへいあすごい。
これはすごいですね。これ生肉でいいよ、生肉で。あー美味しい。まあ、この焼いた方がね、回復はするんだけども、そこはあえての生肉でね、やっていくっていうのがやっぱこの今回のデータパック。敵からゲットしたものをうまく利用していくということをしないと、このデータパックを入れた意味がないということでね、これでいきましょう。これだったら多分ね、一撃で基本、あ、肉。肉は欲しい。そうは言うても、肉はちょっと欲しい。まあ、今回ね、一撃で多分もう、あとこれだけで倒せると思うからね。あれ？思ったより？あれ？羊だから、あー、そういうわけじゃなかった。持ち帰った時ね、ちょっとだけね、ラグというか、チャージしなきゃいけないから、多分それでね、時間がかかっちゃった的なやつだね。よし！じゃあ今度こそ行こう。洞窟よりもね、もうそろそろ夜になるか、夜の敵を倒した方が、もしかしたらね、やりやすいかもしんないけどね。さっきゾンビの声聞こえたんだけど、こっちの方、どこだ？つか、私がさっき入ったとこどこ？あ、ここか。でもなんかさっきこっちの方にゾンビの声聞こえた方がさ、はたかずまず。よし！勝負だ！え、待って。これ、幸運もついてるから幸運もついてるから、これ、全部火打ちってなる。やば。よし、勝負だぞ。あ、誰もおらん。あ、待って。これ、コウモリは、コウモリ、コウモリは、コウモリは、アイテムは落とさない。落とさんか。まあ、落とさんはな。あ、いた！いいね。スケさん以外だったら、もう多分サクサク。そい！あれ？あれ？あ、意外と。意外と強くない。あ、でもなんかネザライトが1スタックと攻撃力上昇、何これ今の、いくつ、ちょっと、いくつだった今。はいと、攻撃力上昇レベル8。これを飲むとなんと、攻撃力のレベル6だったわ。6の、え、6?9?9 かな多分。もうこの状態だったら、てかこれさ、効率強化ついてるからめっちゃ早いんじゃないと思ったら全然そんなことなかった。そろそろご飯も欲しいな。いや、スケさんのいるところには行きたくないけども、ここは、スケさんのいるところに、うん、ここだったらいけるはず。よいしょ。はい、オッケー。まず倒す。まず、え、まだいた、まだいた。はい、オッケー。あー、ダイヤモンドだね。ダイヤモンドと、あと、秋に、オッケー。これがあればもうあとはよ。そしてエイトラがゲットできた。エイトラがあれば空も飛べる。耐久力10。ダメージ軽減10。え？ダメージ軽減10。なるほど。それは強いですね。からの、ボウガン。ボウガン耐久力10。拡散10。貫通10。高速5。あ、すごい。あー、え、拡散10いる？3じゃん。拡散点にしたところで3じゃん、飛ぶやつ。飛んでる量3だよ、今の。からのね、もうダイヤモンド1スタック集まってもうたので。はい。これと、これと、これと、はい、これ、ま、これ、作らんくてもいいかもしれないけどね、どうせいつかまた、落ちるでしょ、あれがね。これ、ダイヤ装備と、エイトはどっちがいいんだろう。ダメージ軽減点の方が強い。なんか、トライデント落ちてた。耐久力点、中性点、え、中性点ってことはもう一瞬で帰ってくんじゃない？おい。これ多分ね、中途半端で分かりづらいと思うんだけど、めちゃくちゃ早い、今の。あ、もうちょい遅いからね、普段だったらね。いや、これ、斧とかもどうせ出ると思うから、ちょっと待とう。いや、もうどんどん倒したい。敵をどんどん倒したい。私の、今日の私は敵をどんどん倒したい病かかってるからね。そしてもう、こんなもんはいらん。さあ、どんどん、あ、ウッパルッパ？でも、ウッパルッパは敵じゃないと思うから、倒しても意味なさそう。空飛びたい。でも、ロケット花火がないから、空は飛べない。ちょっと、敵がおらんだが、ここ敵がおらんだが、ちょっと、どういうこと？しかも敵もおらんし、ツルハシ作ってないから、掘れないしで、敵、あ、いた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 、そい、ほっほー、あ、これは強いんじゃない？いや、でも、ダメージ軽減中。うん。え、ダメージ増加点、ノックバック点、非属性点、ドロップ増加点、ハイダメージ増加点、耐久力点。これはやばい。これはすごいものが手に入ってしまった。こんなんもう、エンダードラゴンも一撃かどうかわかんないけど、もう即よ即。なんだけど、問題はね、意外と敵がいないんだよね。これさ、地上に帰った方がいいまであるかもしれない。ちょっと一旦地上に帰りまーす。双葉ゲームズの編集班の方募集中。私の実況を面白おかしく編集してくれる方を募集しています。詳細は動画の説明欄の応募フォームをご参照ください。さあ、現在ここにクリーパーを大量に用意しています。で、TNT をね、私が着火して、その TNT によってこ、死んだ子たちは、私が倒したことになると思うので、ドロップがめちゃくちゃいい感じになると思います。行きましょう。さあ、これで、クリーパーをドカーンと倒して、さあ、アイテムはどんな感じになってるかな。うわっ、あ、なんか、微妙。はーい、地上まで帰ってきました。やっぱり夜になっていました。これだね。これはもう完璧。あ、これ柵だからこれ使ってみる。ほい。あ、でも、
攻撃力これ上がってないからさ、あんまり意味なくない？これだったらさ、普通に、相手普通に多分これで殴った方がいいかもしれない。はい、金リンゴ。はい、弓が？頭、これ、実はただのガラスで、これ、暗視つかないです。はい、なので、ダメージ軽減10、水中呼吸10、水中サイク、待ってー。あ、強いじゃん。さすがに強いね。死にかけた。目の前での爆発はさすがに死にかける。そして、耐久力10、射撃ダメージ増加10、パンチ10、フレーム10からの無限。あ、これは強い。パン！そい！あー、もうなんかいろいろ手に入ってる。いろいろ手に入ってるから早く装備したい。飛んでったー！ダメージ増加10、攻撃強化10、耐久力10、幸運10。からの火炎耐性。そんな意味ある？火炎耐性1個つ、バケツが落ちた。バケツ落ちたで今。おー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 、すごいすごい。ほい。あー、弓が強すぎてやばい。弓がもうこれさえあれば何でもいけちゃう。あ、そしてエンダーパールの方だね。愛が手に入んないと先には進めないんだが、これ一緒かな。ダメージ軽減点点点点点でしょ。あ、一緒。あ、トゲの鎧。あ、一緒っぽい。トゲの鎧ついてるの私。うわー、からの黒曜石1スタック。そして弓もこれ同じだと思うから、いらない。火炎耐性も正直いらんと思うけど、まあいいや。でもダイヤモンドとかもいらん。いらんいらんいらん。ネザライトもいらん。どうせ装備落とすんでしょ。だったらいらんよ多分ね。よし。そしたらもう、あとはもうこうやって、撃って倒して、で、ネズライトいらんてだから。あ、ツルハシ。さあ、ツルハシは、ダメージ増加10、効率強化10、耐久力10、幸運10。すごいね。さあ、とりあえずネズライト欲しいな、ネズライト。ネズライトの装備がないと、盛り上がりに欠けるんだけど。もうちょっと盛り上がっていきたいんだけど、私。これ、弓よりもさ、普通に剣で倒した方がいいかもしれない。はい、はい。え、飛んでくだけ？剣弱くね？意外と。剣が、あ、うわ、ロケット花火。ロケット花火。あ、剣意外と弱い。飛んでくだけだ。そうなん？じゃあこっちの方が強いや、全然。よいしょ。えい。あ、断然こっちの方が強い。もうちょっと早く引けるようになれば、もっと強いかなって感じだね。よいしょ。あーらららららら。いっぱい。黒曜石いらん。ポーションがこれ何？火炎耐性、火炎耐性、火炎耐性ばっかじゃん。攻撃力増加が欲しいんだ、今日さ。で、ツルハ、クワ、クワドーン！ダメージ増加点、クワ。さあ、このクワは強いのかどうか。あ、でも全然、意外と、やっぱ、武器よりも、武器よりも多分ね、弓の方が断然だね。やっぱ結局のところ、遠距離攻撃が強いんだな。遠くからこうやっていけちゃうからね、遠くからこうやって。あ、これは強い。なんで、愛が落ちんだけど、愛がない。玉ばっかー！そりゃ変な声も出るわ。玉ばっかなんだけど、ちょっとそろそろ愛が欲しいよ、愛。もしくは、ブレイズロットとかも落ちてくれてもいいんじゃないか？不死のトーテム。これでもう、死なんくなったわ、私。これで死んだらもう、お笑いものよ。あ、これ何？攻撃力、火炎耐性、移動速度上昇。どんぐらい速くなるかな？はい、移動速度上昇、いくつか。うわははははは！あ、斧でいいや、斧。はい！あ、強くないんかい。これは使える。よいしょ。あよいしょ。でも、ちょっと待って。これ、ネザーに行かなきゃいけなくなっちゃうんだけど、このままだと。エンダーアイが手に入んないと、私はネザーに行かなきゃいけない。全然当たらん。よいしょ。エンダーアイ、ああ、二つ目の、福祉のトーテム。よいしょ。エンダーアイを、アイをください。ウォーボー、アイをください。ああ、ない。アイが全然落ちない。これは何？採掘毒素。もう、いらんと思う、それ、これ以上は。何これ。あ、私が落としたアイテム。よいしょ。よいしょ。いや、本当に愛が全然落ちん。愛をください。愛をください。愛が落ちない。愛が落ちないと、ネザーに行くシーンが必要になってきちゃうから、ちょっと、愛をください。愛は？愛ないね。エイトラー。あー、経験値、あー、エメラルドたくさん。エメラルドそんないる？いらんね。経験値 P もそんないる？絶対いらんね。えい。どこまで行くの？ちょっと、アイテム回収が大変だから、そんな遠く飛ばないで。弓矢。やばい、そろそろ夜が明けてしまう。日本の夜明けぜよ。やばい。ちょっと、全然装備整ってないから、あと、愛をください。愛がないと。よいしょ。あー、装備、やった、新しい装備。の前に、ドーン、ドドドーン、ドドドーン。よいしょ。さあ、新しい装備がようやく手に入った。ダメージ軽減10、落下耐性10、トゲの鎧10、水中歩行10、耐久力10、ソウルスピード10。強い。そして、朝になってしまったので、黒曜石を回収。黒曜石を回収して、ポータルをここら辺に、よいしょ、ポータルをここら辺に、あ、よいしょ、作って、あれ、狭い。ちょっと動きが速くて、
作りづらいのよ。ポータルをここに作って、鉄鉱石がない。あー、ちょっと、いや、あるはず。落ちてるはず、一個ぐらい。鉄鉱石のは、一つや二つ。多分きっとここら辺に落ちて、あこの子が落としてくれます。よいしょ。あ、バケツ、そっちね。はい、カート。はい、火打ち石作ってきました。そしたらカチッとやって行ってまいります。私ぐらいの実況者力はもうね、ネザーに行ったら目の前にネザー要塞が目の前にね、これ目の前にネザー要塞がね、これね、あー、ないんだけど、もういいじゃない、じゃない、ちょっと待って、ソウルスピードのせいで、すごいせいじゃないの、おかげだねソウルスピードのおかげでめちゃんこ速い。なんか来た、うわっ、よいしょどこ飛んでくの、スピードが速いから弓のスピードも速くて落下がなかなかしないっていう。あ、うわ、どういう飛び方、あ、何落とした、あ、ロケット花火。よいしょ、いつもと軌道がちゃうのよこれね、わかる。で、何を落としたかわからん。よいしょ、どこ行くねまあいいや、今あれ熱帯要塞違うよね多分。今ね、エイトラ装備してるんで、これで行けばもう探せるわ。こうやってこれはいいですね、こうやって探せるのはとてもいいですね。もうロケット花火を使えばね、私そっちのネザー要塞ね、なるほどね。え、ていうかちょっと待って、私すごいこと気づいたんだけどさ、ネザー要塞意味なくない？だってブレイズってさ、ブレイズロット落とさないんでしょ。じゃあネザー要塞行かずに、もうなんかこの辺で敵倒してる方が痛ぇ！いいのではなかろうか、もしかして。これ倒して、エンダーアイを出す方が絶対いいよね。だって、ブレイズはブレイズロット落とさないもん。こうやってやって、とにかくブレイズロットを落とすのを待つ方が絶対いい気がする。ということで、そーい！あ、どこ行くねー？すごい、避けるこの子すげえ。もうどんどん、もう見た子みんな倒していこう。触れるものみんな傷つける感じで行きましょう。はい。ほんと落ちんのよ。そろそろ、落ちてほしいのよ。ああ、これは強い、これは強いのでは。だってこの子増えるんでしょ、増えるんだったらもう、あ、そんな遠くで増えちゃう嘘でしょ飛んでっちゃったせいですっごい遠くで増えたんだけど。お、新しいやつが出ました。ここでででん、ネザライトのチェストプレート、ダメージ軽減点、トゲの鎧、耐久力、あ、強い。でもね、多分だけども、あれ金剣落とす、金剣落とすんだったら、もしかしたらブレイズも普通に落とす、ブレイズが普通に落とすんだったら話は変わってくるか。よいしょ、あー、エンチャントされた金リング、はーい、強くなりました。さらに美味しいですからの、この子がもうそれぞれ、待って、落ちない、落とさないのか、落とさない子は落とさないのかもしれない。そもそもドロップをしない子はドロップをしないのかな、そうかもしれんな。よいしょでか、なんでオープニングでエンダーアイが出て、エンダーアイこんな落ちんの、ちょっと落ち、あ、わかった、あの、私の実況者力足りんかったね。じゃあ出していきましょう。あー、出た、あ、出てきた、あー、もうこれ次で落ちます、実況者力です、これが。はい、ドン、次で落ちます、これ実況者力、ドン、あ、次ラストです、これで落ちます、完全に実況者力、ドン。はー、はーい、ネザー要塞までやってきました。そしたらサクサクっとブレイズを倒してみましょう。さあ、果たしてこのブレイズがブレイズドットを落とすのか。ブレイズドットを落とさなかったら大変なことになっちゃうぞ。あ、これ大変なことフラグじゃん。あ、嘘、そうなの、落とさないの、え、これさ、ワンチャンさ、こっちのさ、ドロップ増加を使えばいけるんじゃない？こうしてこうして、これだったらドロップ増加効果つくわけでしょ？ドロップ増加点がついてれば、普段から落とすアイテムを落とすみたいな、そういうのワンチャンないか？はい！さあ、これでドロップ増加パワーを使って、あ、意味ない。え、このさ、ドロップ増加さ、もしかしてあの、ウィザースケルトンの頭にも効かないとかある？これウィザースケルトンももしかして、頭落とさないみたいな。あ、でもウィザースケートンの頭はレアドロップだから、そう、レアドロップは多分普通に落とすんだ。さっきのさ、金剣落とした時ってあれってゾンビピグリーのレアドロップだもんでレアドロップであるウィザースケートンの頭を落とす、全然いないんだけど。ちょっとウィザースケートンさん、あの、動画的にウィザースケートンさんも倒したいのよ、私、今から。だからちょっとあの、なんかすーごい宝箱いっぱい、すーごいある。あ、こういうところにダイヤモンドが入ってんのがね、実況者、はい。からの、ここに、はい。あ、まだあるからの、はい。あ、いた！あそこにいるじゃないか。よいしょー！あ、よいしょー！あ、待って。はい！待って。違うのよ。飛びすぎなのよ。そんな飛ばれたら困るのよ。ちょっと。
はいはい、あ、全然落ちんじゃん。ドロップ増加点全然だわ。そしてやっぱりブレイズドットが落ちんかったから、これただ敵倒すしかない。よいしょよいしょ。エンダーアイじゃなくてもさ、他になんかまだ手に入れてないやつ、手に入れてないやつがあればそれで私はいいんだけど。あー、落ちてるじゃないですか。あれ、いつの間に落ちてた。よかった、エンダーアイがなんと32個。はーい、ということでネザー要塞までやってきました。あ、そしてサクサクっとポータルを発見して、それじゃあね、今からね、ジエンドに行ってエンダードラゴンをね倒していこうかなと思います。まあこれぐらいのね、まあ最強装備あるんでね、サク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 エンダードラゴンを倒していけるんじゃないかなと思い、ドーン、はい、ジエンドまでやってきました。どうしよう、これ上のやつ壊さんくてもさ、ワンチャン今のこの装備でいけるんじゃないかなと思うんだけど、このネザライトの斧使えばさ、置いてきた時にサクッといけると思うんだけど、まあでもまあ上にいる間はね壊していきましょう。そんな目の前に来るやつおるん、エンダーさん、エンダーさん、そんな目の前来る。あ、すごい、暗視って意外と見やすいんだね。どこにこうやって飛んでったかが分かりやすくて、当たったこともすごく分かりやすい。もうね、次エンダードラゴンがね真ん中に置いてきた時がね、もうそれがエンダードラゴンの最後。あとはもうサクサク斧を使ってね、このエンドクリスタルの回復力を持ってしてでもね、多分関係なしでね、サク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 倒していくんじゃないかなと思いますよ、私は。さあ、あと2個。嘘でしょ、そんなトラップある。待って、もう勝手に死んでくれると思うから、これだけ食べて、あとはもうあの勝手にトゲの鎧でお亡くなりになってください。あ、はい、よいしょ、 OK、 これ全部かな。さあ、あとは真ん中に落ちてきたらもう一撃じゃないけども、ないや待って、ま、ワンチャンポーションない、ポーションがない。押してくるタイミングで、押してくる時の弓矢、そして押してきた後の斧、それで一気にドカーンと一落ちでこの普通の装備を使って、普通の装備じゃない全然ネザーライトの最強装備を使ってね倒していきます。さあ、あとは落ちてくる最中にこうやって、あ、もうすーごい減ってる、もうすーごい減ってる。え、待って、およし、 OK で、あとは首、ここ、あ、一発でいける、これ、この速さは一発でいけません。どうしよう、これ一発でいけないんだったらもうあの落ちだよね多分ね。あ、一発でいけないんかーい。